今回は豚ひき肉のバジル炒めを作りました。それでは材料を紹介します。豚ひき肉 170g、 レッドオニオン1個、レッドパプリカ1個、ライム1個、バジル20葉、三温糖小さじ1、レッドペッパー小さじ1、ナンプラー大さじ2以上です。早速調理を始めましょう。収穫したバジルを軽く水洗いし、1葉ずつにして水気を切っておきます。レッドオニオンはみじん切りにし、レッドパプリカは細切りにします。豚ひき肉を中火で炒め、三温糖、レッドペッパーで下味をつけ、軽く火が通ればボウルに取り分けておきます。豚ひき肉から出た油でレッドオニオンのみじん切りを炒め、レッドパプリカの細切りを加え、さらに炒めます。野菜に火が通ったら、取り分けておいた豚ひき肉を加えます。弱火で炒めながら、レッドペッパーとナンプラー、ライム果汁で味を整えます。バジルを加え、軽く混ぜ合わせて盛り付ければ出来上がりです。野菜は色合いを考えていろいろ試してください。食べながらお好みで調味料を追加するのがタイ風です。